11時のミーニュース。ロケット花火で行けないの宇宙みたいな。行けないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。え、待って、早速ハートがあるよ、しゅんくん。あとは？あとはない。え、しゅんくんって相手おらんかったよね、確か。誰ですか？ちょっとだけ、そっとしておいてください。そっとはしないです。実は、ミカのことが好きです。ミカちゃん？告白したいのですが。ミカちゃん相手おらんかったんじゃない？え、どうやって、なんか結婚したような気もする。結婚したような気もするぞ。どっちだ？え、結婚した気がするけど、とりあえず告白しようか。じゃあ当たって砕けようか。必死に。告白する場所はどこがいいでしょうか？音楽堂。その前に着替えた方がいいですかね？いや、着替えはこのままでいいんじゃないかな。わかりました。まあまあまあ、うん。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。ミカちゃんなんか、ウェディングドレス姿見たような気がする。え？見たような気がするんよね。これが人生最後のダンスだと思ってます。いやー。付き合っていただけないでしょうか？盛大な告白。ごめんなさい。あー、だよね。でもこんだけ言われたらなんかめっちゃプレッシャーじゃない？リベンジはないかな。ほら、リベンジしてさ、吹っ切ってしまえばいいんじゃないかと思うんだけど。あー、ダメか。ダメか。じゃあ後からちょっと一軒家見に行こう。はい、トウモロコシどうぞ。お、なに？お腹いっぱい？何食べたの？何食べたの？まだ私何もあげてないでしょ？はい、それじゃあ。なんか、まさに今、まさに今喧嘩してるんだけど。ちょ、落ち着いて落ち着いて。相手はあさみさん？ほら、落ち着こ、めいちゃん。とりあえず、ぜんざいでも食べてさ、いただきます。温まりつつ、糖分補給。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。ふぅ。仲直りしてこようと思います。その場にいるからその場で謝ればいいと思うよ。いつの間に戻ったんだ。私が来たタイミングで帰ったんかな。さあ、どうなるか。ちゃんと仲直りしてね。この間はごめんなさい。この間っていうかさっき。許しません。ちょっと、ちゃんと仲直りしてよ、あさみさん。辛い。待って、失敗続きなんだけど、辛い。うまくいきませんでした。ダメでした。まあ、そのうちきっと仲直りできるよ。大丈夫、大丈夫。そう、うまくいかないものですね。謝りに行き直しとかもあればいいのね、リベンジ。まあ、じゃあ、とりあえず、他に友達マークの人おらんかな。あ、おった。はい、あきゆんくん入ります。紹介とかないかなっていう期待。は。あゆなのそっくりさん。あ、もしかしてあれかな、ミカちゃんじゃなくてみのりちゃんかな、結婚したの。ミカちゃん結婚してない？もしや。わからん。実に恋人がいたら。お、紹介。来たよ。くっつけるのはどう思いますか？これ紹介の場合は相手がおる人は言わんよね、きっと。それいいと思うよ。二人も合わせてみます。友達にも言ってなかったらあれやけど、お前彼女いたのとかないやろ、多分。多分。どうかな、アイナちゃん可愛いし、いいと思うよ、リックン。とりあえず第一印象はお互い良さげな感じやね。あ、楽しそう。くっつけ。くっつけ。さあ、どうなるかなあ。あー、ここでスーンってなってしまった。なに、ちょっと違った？なんか、この人ちょっと、みたいな。あー、ダメだ。今日はありがとう。あー、ダメだ。
こちらこそ、ありがとう。友達からまずは、それもなかったりして。まずは友達からか。なるほど。いやー、くっつくかなって思ったんやけどなー。惜しかったね。あとちょっとやった。はい、それじゃあ、釣り竿でも、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。楽なことばかりでは成長しないですよね。まあ、楽なことしたところで、そもそも楽って思っとんやけん、成長する部分どこよって感じよね。元からできるんやろうし。出すか。トウモロコシ結構お腹いっぱいになるよね。あんなに？そんなことないと思うけど。トウモロコシでそんなお腹満たされるとか聞いたことないよ。はい、それじゃあ、ハルシドさん怒っとるやん、どうした？ハットくんは怒ってないよね、これ、多分。怒っとんかな？ハルシドさんとハットくん？まあ、ですね。ですね。ああ、ほら、ハルシドさんとや。まあまあまあ、仲直りしましょう。このイライラも沈めてください。ということで、カステラでも、どうぞ。いただきます。カステラもさ、私昔食べすぎて飽きたんやけど、ちょっと久々に食べてみたいなって思う。すごく美味しかった。よかったよかった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、どうだ、仲直りできるか。そういえば、春城さん最初海賊みたいな格好しとったんやっけ。なんかすっかり変わったね。めちゃくちゃ変わったね。この間はごめんなさい。どうだろうか。許しません。ちょっと待って。みんな人間関係こじれていきすぎじゃない？もうちょっと平和に行こうよ。平和に行こうよ。うまくいきませんでした。つら。つらすぎ。ほらほら、元気出してね。元気出してね。さあ、それじゃあ。それじゃあ、ミラさん、入ります。笑われた。頭の中も見てください。はいはい、何？スズメ？どうしたの？まあ、スズメを飼いたいとか思ったりとか、そういうこと。最近スズメ全く見かけんのやけど。ちょっと今は思ったけど、マジで見かけんねやけど、どこ行ったスズメ。実用品 AR カメラをもらいました。なんかさ、昔スズメってめっちゃおったことない？いや、カラスは普通に見かけるんやけど、どうした？スズメなんか駆逐されていきよる？全然おらんやん。ね、かわいいのにスズメ。なんか最近ね、白と黒の、なんかちょっともちもちした感じの、もちもちした感じの鳥をめっちゃ見かけるんやけど、あれはなんなんやろうな。スズメの仲間とかじゃないよね。なんなんやろ。スズメと入れ替わってそれがね、なんか大量に見かけるようになった。はい、それじゃあコルピックさん、入ります。あゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。お久しぶりです。Kさんとの結婚はまだでしょうか？新しいインテリアが欲しいです。あ、インテリア変える？マジで？どういう感じがいいかな？海賊船スタイルとかどう？ちょっと特殊な部屋が合いそうな感じするもんね、コルピックさん。新しいインテリアもありがとうございます。なかなかいい部屋ですね。またほら、Kさんを招待してあげたりとかしてね。見ていきます。でも落ち着かなさそう。もうびっくり。友達の部屋も見るって楽しいですよね。あれ何置いとん？ジェンガとかじゃないよね。なんなんやろ。なんか目が覚めてこれがあったらちょっと嫌やな。新しい部屋って心が踊ります。大事にします。大事にしてくださいまし。面白い夢も見ました。で、人の夢の話なんて聞いても面白くないですよね。楽しいと思うけどな、普通に。それちょっと非現実的な話。現実的な夢を見る人もおるかもしれんけど。たまに夢の中でも寝よることとかあるもんな。
まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。みんな小食すぎない？胃袋どんだけ小さいんだ。めっちゃ不思議なんやけど。ほい、それじゃあ。そう、あ、ミカちゃん。ミカちゃんが結婚しているかどうか。え？ミカちゃん。ミカちゃんは、あ、結婚してないわ。じゃあ普通に振られたんやね。なるほど。なるほど。じゃあちょっとケン君を呼び出します。同じ顔してこっち向いた。あゆなのとっくりさん。お久しぶり。また会えて嬉しいです。どうも。メイちゃんと友達になりたいです。メイちゃんちょっと今落ち込んどるけんさ、慰めてあげて。ねえ、ちょっと友達といざこざがあったっぽいけんさ。ごめんよ。とりあえずなんかちょっと自信を取り戻させてあげて。もう元気そうな感じするけどな。さあ、仲良くなれるかな。今ちょっと他の人はいいよってなるかもしれんけど、めいちゃん。友達にならんかった？マジか。まだ友達にはなれませんでした。なるほど、ちょっとあれやね、壁作っとる感じやね、めいちゃんが。内緒ですが、リンにだけは知られたくない趣味があります。なになになに、その趣味。実はパチンコに行ってますとか、そういう感じ。あんまりお金無駄遣いしたら怒られるよ。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。はい、そしてレベルアップ。じゃあ服で、車柄、ケミカル、車の T シャツ、漢字 T シャツ。はい、どうぞ。服、漢字 T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。お、お宝金貨をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、みんなにね、募金を募ります。さあ、みんな、じゃん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 入れてって。結構派手めな子たちが最初に。ね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。さあ、そして、ミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。はいはい。巷で大人気のチャレンジ企画に、あのマリンさんが挑戦しました。巷で大人気のチャレンジ企画、ロケット花火で宇宙に行くというチャレンジです。周囲の心配をよそに、マリンさんがチャレンジを強行しました。ロケット花火か、花火。マリンさんは好調なスタートを切りましたが、残りあと1個で宇宙というところで花火が消えてしまい、ミーたち小さいけど、花火そんなとこまで飛んでったら大変よね。大変危険ですので、皆さんは絶対に真似もしないでください。運転途中で落ちてくるわ。マジのミーに聞きました。ショックです。ショック、いけると思っとったんかな。はい、夢がって感じ。ラケット花火でいけないの、宇宙みたいな。いけないよ。ほい、そして、さっきね、一軒家の方に友達マークがもう一個ついとってなくなったんやけど、どこ行ったんやろ。帰ってきてないね。どっか行ったんかな。出かけたとかそういう感じかもしれん。はい、それじゃあ、ネムちゃん。お、これからお出かけ？デートかな。どうもです。どうもです。はるちゃんのモノマネも聞いてください。はるちゃん、聞くよ聞くよ。ま、いいか。どうでした？言ってるね、言ってるね。似てましたか？あ、でもネムちゃんのこの声からしたら、でしょ？すごい変化。自分でもそう思います。自信があったんや、今のモノマネ。よき。ミクさんと散歩の途中でアップルパイも見ました。なんか配達途中で落としていったりとかしたんかな。アップルパイ配達とかしようんかちょっとわからんけど。そ
そしてアップルパイは苦手です。ほい、そうよか、ゼイさん。ラブラブなところごめんね。君たちはまだ結婚はしないのかい？社長がプリン苦手よ。社長プリン苦手？プリン美味しいよ。ヨーグルト早いけどね。知らんがな。はい、スルメでもどうぞ。これでプリン渡したりとかしたら。苦手なものに入るんかな？それとも本人やけん関係ないとか？あんまり美味しくなかったようです。お腹の空いた旅人も見ると、これってあれなんかな？その好きな食べ物とか嫌いな食べ物って設定できんかったやんか。やけんなんか、その人その人の、その島その島で同じ味でも好みは変わってくるんかな？それ結構ずっと気になっとったよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今回さ、全然人間関係うまくいかん回やったね。いや、友達同士も気まずくなるし、恋人同士、恋人実らんかったし、いや、複雑だわ。